今日は都内にある某遊園地に来ています。実はこの遊園地にはある噂があります。何？古い洋館の扉を叩くな、トントン、お化け屋敷で返事をするな、はい、秘密の鏡を覗くな、このどれを破っても秘密の場所に連れて行かれるらしいです。いやー怖いですね。怖いよ、帰ろう。でも秘密の場所から抜け出す方法が一つあります。何？これは何？びっくりした。おい、言えよお前それはメリーゴーランドに乗ればいいんです。そしてここのメリーゴーランドはなんと日本最古のものなんです。もう余計怖い。じゃあ何人よもう帰れよ帰れ帰れ本当に。じゃあ早速噂を検証していきます。これが一つ目の噂、古い洋館の扉です。リリン、怖い。この扉を叩くと秘密の場所に行けるらしいです。じゃあ叩きますよ。早っ、もう行くの？嘘、気をつけて。ゆっち行く。本当にいいよ。もう失礼します。行きますよ。ということで、特に何も起きなさそうですね。あと2つありますから、先に急ぎますよ。まだ行くの？え、当たり前だ、行くぞ。お帰りだよ。2つ目は、お化け屋敷です。果たしてこの後、何が起こるんでしょうか。乞うご期待。じゃあ、もう行くよ。どうしたの？ねえ、なんか聞こえない？何が？何が聞こえんの？ちょっとジャム、びっくりさせんなよ。ジャム、何やってんの？おい、ジャム、もういいから返事しろよ。おい、ジャム、ふざけんなよ。もう出てこいよ。おい。ゆっち。なんだよ。何？この音。は？おい、アリコ、何やってんだよ。おい、え、アリコ、おい、どこ行ったんだよ。返事しろよ。おい、アリコ、なんだよ。おい、誰だよ。なんとか言えよ。おい、隠れじゃねえで出てこい。避けてんじゃねえぞ。やめろ。